こんにちは、花クラブの宮川です。今回はフリルリーフアレンジのご紹介です。葉っぱをフリル状にしてお花を取り囲みます。まずはこのデザインの木もフリル作りです。葉の下部をしごいて加工しやすくしておきます。葉っぱにタックを取ります。ペキッと折れても大丈夫ですが、上部のフリル部分がくしゃくしゃにならないように注意します。この部分ですね、ここがきれいになるように作ります。つまんでおいてホッチキスで留めます。ホッチキスの芯が薄い場合は外れてしまうので、中心を外して留めましょう。もう一枚やってみます。ぐるりと刺していきます。フリルがきれいにつながるように丸く配置します。中心からの距離を同じぐらいにしておきます。ポイントのバラを上向きに刺します。その周りに五輪配置します。五輪刺した後は隙間に好きな花や葉を刺し、仕上げても OK です。バラと葉だけでも素敵に仕上がります。リボンやパールなど足してもいいですね。今回はもうちょっと足してみます。スカビオサをアクセントにします。茎が曲がっているのでワイヤーを挿入して刺しやすくします。インソーションメソードと言います。ピットスポルムを刺して隙間を埋めます。スプレーバラを足します。今回は対角配置にしておきます。スマイラックスです。ドラセナが厚みのあるグリーンなので、上部には軽やかな葉の方が綺麗です。
プレーデルフィニウムです。スカビオサの近くの隙間に固めて配置します。お花が薄いのでくしゃっとなってしまわないように一枚一枚きれいに広げておきます。スカビオサのつぼみです。やはり固めて刺します。横から見てスポンジが見える部分にピットスポルムを刺して隠します。完成です。綺麗なオレンジバラカルピディウムをメインにして周りをフリルにしたドラセナで取り囲みました。使ったドラセナはたった2本ですが華やかですよね。ぐるりと葉を刺した後は中心部分にお花を入れるのみ。慣れない場合は花材を少なめにしましょう。丁寧に作れば誰でもできるのでぜひトライしてみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。